はい、どうもコミです。さて本日も TH コンプリーターさんからお届けしていきたいというふうに思います。今日のテーマはですね、クイヒードラゴンライダーを見ていこうかなというふうに思ってまして、この戦術ってマジでですね、上手い人が使うと全然止めらんないんですよね。本人がミスをしてくれない限り止まんない戦術なんじゃないかなっていうふうに思っているぐらいで、どういうそのまずパターンの攻め方なのかというところから始まって、どんなところにその失敗に導ける要素、防衛面での話ですよね、があるのかなっていうのをちょっと見ていこうというふうに思っています。とはいえね、この戦術を使う人たちってTコンさんの中でも上手い方ばっかなので、上手い人のアタックを流すだけの動画になっちゃう気がしますけども、今日合計4本見ていきたいと思います。1本は時間切れですね。で、まずはキリチョウさんのアタック見ていきましょう。タウンホールが中心にある回廊系に見えるんですが、これ、その9ブロック陣ですね。こんな感じの。ブロックが9つあるような配置。で、こういう場合には結構各個から入れていくのが今、キリチョウさんのパターンでしたけども、僕、この中心部分からこう入れたくなっちゃいますけどね。ついつい。そこは、プレイヤーごとの判断にもよるんですけども、とにかくヒーローとタウンホール防衛援軍、ヒーローって言ってもアチャクイとロイちゃんですね。でこれをきっちりとクイヒーパートでなるべく見ていく、片一方ロイちゃんクイヒー残る分にはいいと思うんですけども、援軍が残っちゃうのが一番多分最悪なパターンですね。でタウンホールもなるべくなら落としていきたいと、クイヒーでですね、そんな感じの攻め方になっています。これ、キリさんこの角から入ってた理由、多分ここですね。ここにこう壁が仕切られてるんで、ジャンプ打つと、このまましっかりタウンホールにもう間違いなく向かうんですよね。ここを見落とさずに、この部分から入れていってるってことだろうなというふうに思います。ポイズン使って、しっかりストライカーとラバーハウンド処理。レイジかかった状態でポイズン使えば、ストライカーがいたとしてもラバーハウンド処理できます。ただ、ポイズン効果が切れてからラバーが弾けるので、ちょっとね、処理するのにこうガーゴイルを今後ろから追加で出していきましたけども、これをしないと、パピーに少し時間取られちゃうということもあります。これ、ポイズンのタイミングがもううますぎましたね。完璧なタイミングだったんで、あまり時間を取られずに処理することができました。ロイちゃんと当たるところで、さらにレイジ。で、もうこの時間帯で、ドラゴンライダーを発進させていきますね。アーチャークイーンがもう中央に向かうことはもう確実なので、それを見越しながらドラゴンライダーを進めていって、なるべくこの、ギガインフェルノのダメージ範囲内に、ドラゴンライダーが長くとどまりすぎないように、コントロールしていきますが、これエアスイッパーの仕事を読んでたのかな？もうこれフリーズで止めてるってところはそうでもないのかな？イヤスイーパーが今一瞬ドラゴンライダー吹き戻してギガインフェルの攻撃範囲外に飛ばしましたよね。これ惜しかったな。でもこんな感じで中心部分でアチャクイがもうこれ生き残っちゃってるんですよね。レイジの呪文はないけどもインビジブルとフリーズがあるんで、これ落ちるか、落ちましたね。でももう中心部分だいぶえぐれちゃってるから、こうなってしまうとババキンとロイちゃんもいるし、もう止めようがなくなってきますよね。いかにクイヒドラゴンライダーする場合って、この村、今回この分かりやすいね、9個のブロックの9ブロックだったから、ここって言えるんですけど、村全体見たときに、村の中心部分ですよね。そこにどうやって持っていくかっていうことをやっぱ考える戦術になるのかなっていう気がしますね。で、中心部分でしっかりと食い火にレイジかけて、インビジも必要であれば添えて、生かし続けながら、その周りをドラゴンライダーで削っていくという感じですね。これはミスる要素があんましないな。やっぱり赤爆弾とかパパパパって一気に並べてね、ヒーラーを吹っ飛ばすとかいうのも、できるんでしょうけど、どうだろう、ちょっとあんまり現実的ではないかもしれないですね。防衛援軍でびっくりさせるとかぐらいしかないのかな。サランボさん見ていきましょう。大砲の色が若干まだ青いのはありますけども、壁の施設レベル以外はそこそこカンストに近い村なんじゃないかな、これっていうところですね。で、今回もこれ6次元からアチャック入れていきますね。マルチインフェルノがここにあるので、序盤こそ、ユニコーンの回復でなるべくしのいでいって、角度をつけてヒーラーを出していきます。こうすることによって、ヒーラーがマルチインフェルノの、ターゲット範囲内に入らないように、してアチャクイでマルチを壊すっていうことを狙ってますね。
ちょっと入っちゃいましたね。でさらに足食い同士のぶつかり合いでフロークを吐かされたのは少し痛かったかもしれないですね。これ、マルチインフェルノがあったんでストライカー当てられなかったんですよね。フリーズ一発かインビジ持っていってたので使ってもなかったかもしれないですね。今回はインビジで逃げていきました。でこんな感じでとにかくもう食い火を生かすんですね。さらにレイジを重ねてババキンも撃破。ただこれ火力が集中するんでここはやっぱりもうフリーズかインビジがいりますね。インビジを使っていきます。で相手の、クロスボウとグランドボウ伝送を破壊していって、さらに防衛軍と当たるところでポイズンもうまい。うまいですね。こういう風にやっぱり持っていかれちゃうとどうしようもないな。止められないんですよね。もう完全に、なんていうの、もう、レイジを切らさないようにしながら、アーチャークイーンにもう呪文のサポートを、もう、なんていうのかな、タイミング狂わずやってるじゃないですか。これされちゃうと本当に止めようがないからね。難しいですよね、止め方がこの戦術って、本当に。まあ、ただ、同時並行で何かをやんなきゃいけないっていうところは生じてくるので、ちょっとね目を離した隙に何か大きな事故が起こるようなことがあれば、今まさにこれですよね。アーチャークイーンヒーラーが思いっきりマルチにこう焼かれてます。2体落ちましたけども、ここで気づいてマルチを止めましたね。これはランボさんの視野の広さですね。こういうことやられちゃうときつい。で突撃艦を当てていきます。この突撃艦もまた勇気のあるというか若干無謀じゃねえかと思う距離で当てていきましたけどもね。考え方としては、クイーンがここにいるじゃないですか。でヒーラーがこういう風に歩いてきてるので、ヒーラーがね、そのヒーラーが歩いてきてるところにある爆弾系は全部ヒーラーが吸ってくれてるだろうってことで、まあ、正面この部分ですね、この部分の、爆弾っていうのを警戒したり、あとまあトルネを警戒しながら突撃艦を投げていたというところですね。かなり危なかった感じがしましたけども、なんとかタウンホールを破壊したんで、このまま、クイヒが中央部ですね。やっぱりこれ中央に入るんですよね。こうやって中央に入っていって、そのまま前回まで持っていくという形です。うまい。やっぱりなんかテスラとかでうまいこと誘導して横打ちでもさせない限りはなかなか厳しいかもしれないですね。またはやっぱ回廊かな。回廊とかはクイヒドラゴンライダーやる人には少し苦手意識ある配置になるのかもしれないですね。さあもう一本ユウさんのアタック見ていきましょうかね。ユウさんが最近なんか調子がいいと言ってましたね。どんなアタックが飛び出してくるのか見ていきましょう。これですね、クイヒドラゴンライダーです。中心の火力がすごいですね。投石2個にマルチ1個、さらに援軍にクイロイと、まあよくこれだけ固めたもんだっていう感じですね。ここに突撃艦スパウィットが打ちたいなっていう感じがしますよね。こことかにこの辺にいけないかな、ちょっと、これインビジ隠してこう飛ばしていったらここに落とすような気がしますよね。はい、まあ、それができちゃったらすげえアドバンテージが大きそうな気はしますが、クイヒで攻めていきます。でクイヒをやっぱり中心部分に入れていくんですね。で入れていくときに、どうするかっていうと、こっち部分から横打ちくれるじゃないですか。この12時方面の横打ちをされないように、ここにロイヤルチャンピオンを確か入れていくはず。ロイヤルチャンピオン入れていくはずですね。でババキンを使ってタウンホールを撃破。キングでロイヤルチャンピオンで、中央にはクイーンというね、こういう3層構造で臨んでいくっていう感じですね。こうすることによって面で攻め上がるので、それぞれのユニットが正面からしかダメージを受けないっていう状態が作れるので、まあ、それぞれ、最大の、なんていうのかな、延命ができるっていう感じですね。ちょっとロイが遅かったんでユニコーンが落とされましたね。まあ、ただ、まあ、これぐらいならなんとかなるかなっていう感じ。ヒーラーがしっかりいるので、こいつらがアーチャークイーンを回復し続けると。レイジが乗ってるんでロイちゃんも撃破しますね。中央のマルチインフェルノゾーンにはしっかりレイジ、ジャンプかかってるんで、それで入っていきながら、さあ、ここからドラゴンライダーがスタートですね。やっぱりアーチャークイーンがこう中央に入ってしまうともう止めようがないですね。フリーズでマルチと、投石を止めて、もうかなり、進路が限定されたところをドラゴンライダーが攻め上がっていくという形ですね。それで真ん中にありましたね。はい、これもう中央に入ったアチャクイが無双しちゃってるんで、こうなってきちゃうともう今からヒーラーが落っこったりしてもあんまり意味がないですね。止められようがないの、止めようがないので、こう急角形の配置とかはちょっと良くないかもしれないですね。アジャクイの進路がすごく読みやすいんで、壁がいい感じにこう並んでるおかげで、少しやっぱり変わったような形の配置を持っていったり、
まあ、特にそのシンメトリーじゃないっていう、なんだかな、アシンメトリーっていうのかな、あの左右対称とかではないね、ような配置を使っていったりとか、まあ、さっき言ったように回路を使っていく方がアーチャークイーンの動きが読みにくいので、あの後手後手に回るんですよね。これも全部今あの3人のアタック見てもらって分かると思うんですけども、先手打ってんですよ。やばいとこでもレイジを打ってからやばいとこに乗り込んでいくんですね。これがやばいとこ乗り込んでからレイジ打つっていうパターンになってしまうと途端に苦しくなるんで、この先読みをさせないようなクイーンの動きを誘発する配置がいいのかなっていう気がしますね。クイヒーを止めるには、クイヒードラゴンライダーを止めるにはですね。ババキンなんでここにいるけど何の仕事もしませんからねこいつ普通にガコにボコられて終わっただけっていうさこれやっぱね、ドラゴンライダーの強みですね。ドラゴンだったらこのババキンに捕まっちゃうんで、まあ、ババキンがある意味盾になってくれて、防衛が生き生き仕事をするんですけど、ドラゴンライダーはスルーしちゃうから、ババキンがいたところで何の役にも立たないんですよね。こういう風な、プランで攻められちゃうと結構痛い。で、ラストですね。キリさんが攻めた、これ時間切れになったアタックなんですけども、どんなところで時間切れになるのかなっていう感じですよね。ここが残るんですよ。最後ババキンのところが残っちゃうんですけど、タウンホールがある下側からぐーっと確かこうね、アーチャークイーンが歩いていくんですね。はい、見ていきたいと思います。まずはクイーンでしっかりタウンホール処理を狙っていくという形ですね。最初はユニコーンの回復に頼っていって、で、あ、いやこれ違うかな、こっちの対空の方から入っていくのかな、ちょっともしかしたらそうかもしれない。見ながら行きましょうか。少し記憶が薄れております。あ、対空の方から入っていくのかな、うんですね。うわ、これまたギリギリから出しましたね。しかしヒーラー打たれるの怖くなかったかな。はい、タウンホールにやっぱ入れちゃうと、あのポイズン効果を食らってる間にこのクロスポー4機がアーチャークイーンに襲いかかってきちゃうんですよね。で、そうなってくると苦しいので、アーチャークイーンは、ポイズンの効果内に入らないようにやってきましたね。さらに横打ちをしてきそうなこのマルチインフェルノをロイヤルチャンピオンで撃破で、中央部分の防衛軍はクイーンで処理していくという形ですね。で、じゃあババキンを使ってこのタウンホールを取ると、もうこのタウンホールやっぱ取んないとどうしようもないんで、援軍をしっかり釣って、で、レイジをかけてジャンプもかけて、で、ポイズンはこのハレット同時に合わせるのかな。はい、ここまでやってアチャクイーンがもうやられないなということを見てからババキンの登場というところですね。いや、もうこの時点で結構な村の破壊になってますけどね。で、アチャクイーンはギガインフェルノのゾーンから逃げるように出ていきますが、ヒーラーがねまだここ残ってるんで、しっかりフリーズで固めてババキンで殴っていきます。これフィストを使わなかったんだな。使わずにもうちょっとね、多分ババキンを延命させようというふうに思ったんでしょうね、もったいないから。で、ババキンここからぐるっと回っていくんですね、外側を。でもアチャクイーンが中央に入っていって、レイジクロークを吐きながらもなんとか耐えているというところですね。相手のアチャクイーンがいて、ロイちゃんもいるんで、ここでやっぱ苦しくなりますね。インビジがちょっと打てなかったので、アチャクイーンが落とさ、いやー、生き残ったか。生き残ったんだ。おーおー、すげえな。あ、そっか、アチャクイーン最後まで残ったんですね。で、ここから先は、ドラゴンライダーが盾になってくれてる間にアチャクイーンがロイちゃんも倒すんですね。そうそう、ごめんなさい。だいぶこの攻めに対しての記憶が薄れまくってましたね。で、こっからなんですよね。結構ね、ストレージとかイーグルとかが、あって、体力が高くて重たいところに壁まであるので、アチャクイーンが壁殴り始めちゃって、で、ドラゴンライダーもやられちゃってるもんだから、壁を越えて防衛を処理するユニットがいなくなってるんですね。で、ここでちょっと時間切れが誘発されたというところなんですけど、だからアチャクイに壁殴らせることができればワンチャン時間切れの目が出てくるっていうところですかね。っていう感じかもしれない。あと、まあ、この中央部分に関してはクラン城だったり、あと投石だったり、体力の高い防衛が結構密集していたんで、そこでアチャクイが時間取られてる間に、中央部分にドラゴンライダーが、ここでクイーンが足止め食らっている間に、ドラゴンライダーたちが、外周回りきれずに、こういう風にこっちにもこう入ってきちゃって、そこでみんな、やられてしまったってことですね。上方面に行ったやつは生き残ってたんですけども、今度逆に防衛からの集中砲火を食らって、やられちゃったというところでしたね。で、こっちも怒っちゃったよと。
でドラゴンライダーがいなくなっちゃったんで、最終的に12時区画っていうのが処理しきれなくなって、壁を殴ってる間に時間切れになったというところだったのかなというふうに思います。こんな風にして守るしかないかな。やっぱり今回のこの中央に入ったところっていうのも火力が高かったのもまあ当然なんですけども、若干回路チックになっていて、しっかりクイーンがそこでどういう動きをするのかっていうちょっと読みづらかったですよね。次何に当たるんだろうっていうところが若干読みにくかったんで、そういうところでドラゴンライダーたちがさらにそこに巻き込まれてきちゃうとカオスになるんですけど、そういうような配置の特徴でもない限りは、上手い人の食い火ドラゴンライダーは多分止まんねえなというのを、まあ、まだまだ見せつけられたってことですね。あとはスケトラとかいっぱい置いてクイーンの、遅延を図って時間切れにさせちゃうとか、まあそういうこともできるかもしれないですけどね。でもクイーンが入ってくる場所が読めるかどうかですね。読み違えたらどうしようもないしっていうところ、やっぱりクイーンの動きをその乱すような配置になってるかどうかっていうところがポイントで、それができてない場合にはもう先手先手で呪文打たれて、クイーヒドラゴンライダーもうプロ級のプレイヤーがやったら止められないということなのかなというふうに思っています。この辺のね、配置を作っていく上での参考にもしたいと思うし、これから、クイヒドラゴンライダー本当に強い戦術なんで使っていきたいと思う方は、村を選ぶときにね、そういうクイヒの動きが乱されない村を選んでもらって、で、今見てもらった、3名かな、3名4アタック見てもらいましたけども、こんな感じでとにかくこう村の中央部分に入っていく、どっかからここに入っていくってことを目指していって、入っていった、こう入っていったとしたら、その外周部分っていうのをドラゴンライダーでこうガツンとね、こうね回していく、ドラゴンライダーで回していくみたいな、そんな感じのプランニングをするのが基本になってきて、ババキンとロイちゃんはクイーンが中央部に入っていくための、ここからこう入っていくんだったらその両脇のカットをしてあげるっていう感じで持っていくのが、オーソドックスな形になってくるのかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はクイヒドラゴンライダー見ていきました。やっぱり止めにくい戦術ではあるんですけども、その分難しい。で、難しさの難易度を下げるためには、なるべくクイーンの行動が読めるような配置の、その中でもルート作りをしていくことが重要というところですね。はい、こんな形で私の動画ですね、チャンネルは、ね、クラン体制の解説の動画中心にやっております。タウンホール14今日お届けしましたが、12、13も扱っていて、幅広くですねこうやっていきますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、ぜひねこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。